こんにちは、ゆるのりです。僕の N ボックス納車されてから約1ヶ月半、距離が4470キロ走ってます。すごい走ってますね。トータル燃費が 21.9、 まあいいですよね。僕はあんまりエアコンとかつけないし、ゆっくりまったり走るので割と燃費が伸びてます。それでは今日もね、走りながらいろいろ N ボックスのことを話していきたいと思います。いやー、先日 N ボックスで3日間一人旅に出たんですよね。その動画上げて、まあ割と多くの方に見ていただいて、喜んでいただいて本当に嬉しく思ってます。最初の計画とは全然違っちゃったんですけど、まあそれはそれですごい楽しかったですね。 N ボックス乗るとなんか自分の部屋に帰ってきたみたいな感じするんですよ。ちょっと他の車とは違って、もうやっぱり上の開放感があるからかな、すごい乗り込む姿勢も楽だしね、運転してる時のストレスがないですよ。本当上の開放感って大事ですね。運転がほんと楽、上から見下ろしてるし、幅が狭いからこの道路をね目いっぱい使って運転できる感じがします。それでいてこの乗り心地がね、やっぱり僕が一番気に入ってるところですよね。ふわふわ、悪い言い方なんですかね、今のね、車好きの人から見るとふわふわな乗り味っていうと、僕はもうふわふわな乗り味がすごい好きですんで、もう決して悪くは取らないですけど、なんか今はねふわふわっていうとネガティブなイメージで取られちゃうかもしれないですよね。もう僕に言わせると最近の車はね硬すぎますよ。硬すぎる、特に日本で使うのにはね、もう硬すぎる SUV とか、まあ今はもう SUV がファミリーカーみたいになりつつあるじゃないですか。もう、まあ、ミニバンも多いですけど、 SUV がなんかセダンとねスポーツカーみたいのを兼ね備えてるような感じの位置づけになってきて、 SUV がもうどんどん車種が増えてきて売れてますよね。まあ僕もラブ4ハリアーとね SUV をメインで使ってましたけど、僕のような特にねゆっくり走る人間にしては硬い、形はねやっぱ好きなんですよね SUV、 あの雰囲気、ラブ4なんか特にそのラギットな感じが好きですよ。デザインもめちゃくちゃ好きだったから、もうラブ4なんかはね、まあ、今のラブ4ですよ、現行型のラブ4なんかはもう形見て決めたところありますね。試乗なんかも大してしなかったし、まあ、試乗したって大して乗り心地に関してはね、まあいいんじゃねえなんて感じで決めたわけですよね。だけど実際に乗ってみると結構僕のような低速でまったり走る人間にしてはちょっと硬くコツコツ感を感じましたね。これだから別にラブオーハリアが硬いっていうよりか SUV 全体的に硬めの足なんですよね、きっと。 SUV 全体だけじゃなくても、まあ広く言えば欧州車も含めた全世界的に足は硬くなってきてるっていう傾向にありますよね。だけど僕はねちょっとどうなのかなって思いますよ。ストップアンドゴーは多いこの日本でですね、そんなハイスピードで走れるところがどんだけあるかっていうことですよ。日本なんか高速料金もめっちゃ高いし、それ高速道路走ってりゃハイスピードである程度走れますけど、かといってまあせいぜい100キロですよ。120キロ区間なんてありますけど、新東名にほんのわずかなところで、ドイツのアウトバーンみたいにもう無制限で出せるようなスピード区間なんてないわけですよね。なんか今の日本車、特に SUV とか
割と格好重視した車なんかはもう本当にハイスピードを想定したようなセッティングになってると思うんですよね。峠を攻めるなんてね、そういうんだったらまあ確かに固めの足がいいかもしれないけど、そんなのね本当にごくわずかですよね。箱根の山道をね気持ちよく走ろうなんて思って行ってみたら大渋滞とかねそれにそんなにハイスピードだってねラップを切り添ってるわけじゃないから、ある程度気持ちよく曲がれりゃいいわけですよね。まあ一つ言えるのはホイールがねもう大口径すぎますよ。扁平率が低くなってね、それでもう乗り心地が必然的に硬くなるんですよね。やっぱり見栄え重視になってるから、ホイールの口径が大きければ大きいほど見栄えはしますよね。金属のメタリックな感じがあってね、その分でもタイヤのエアボリュームが減っちゃって、そこでのクッション性がもう失われちゃうわけですよね。だからどうしても硬くなると。僕はこの日本においてはですね、扁平率6号ぐらいまでがちょうどいいんじゃないかなと思う。あ、もっと扁平率高くてもいいかもしれない。この LBOX 6号ですけど、6号ぐらいがちょうどいいような気がする。少なくとも僕にはそう思う。もう55とかになっちゃうと、まあターボ車、この NBOX のターボ車なんか55になるわけですけど、ロードノイズもねやっぱり難しくなるんですよ、抑えるのがね。やっぱ金属部分が大きくなると共鳴したりね、ゴムがやっぱり音を吸収してるっていうのがありますからね。すごく騒音対策が難しくなっちゃいますよね。だから僕はね65ぐらいまでがちょうどいいかなと思います。まあそれは見栄えがいいしね、コーナーでの安定感とか、そういうフラットライドな乗り心地は得られるかもしれないけど、結構大きな犠牲を払うなっていう感じがします。特に僕みたいな低速な走行者、あと年配の方なんかにはむしろマイナスじゃないかなと思います。だから僕は前もベゼルのなんか動画を上げた時に、このタイヤサイズを選べるようにしてほしいっていう。結構上のグレードになればなるほど扁平率が下がりますよね。今なんかもう50とか、新型ベゼルなんかもね、売れ筋の Z とかプレイのグレードは50ですけど、そこを選べるようにしてほしいですよ。16インチか18インチか選べるようにしてほしいなっていうのはあります。もうそれですごい乗り心地変わりますからね。16インチと18インチじゃもうかなり違いますよ。なんでそういう選択をできるようにしてほしいなっていうのはありますよね。テスラなんかは選べるんですよね。テスラはネットで買えちゃうから、テスラはもうインチ数も選べちゃうんですよね。だって雪国の方の人なんかは絶対インチが少ない方がいいと思うんですよね。インチが高いともうスタッドレスタイヤにする時の値段も高いから、だいたいホイールごと買っちゃうでしょ、なんかインチダウンして。それもったいないですよ、なんかホイール代まで。それだったら乗り心地も良くなって、インチダウンしたタイヤを最初から履いてた方がいいと思うんですよ。だから僕の車選びの基準の最近のね、大きな選ぶ目安の一つに、そのホイールサイズ、何インチのホイールで扁平率どれぐらいのかっていうのがすごく重視しますね。グレードもそれによって決めちゃうかもしれない。そうするとね、意外とやっぱり NBOX だったらこのターボよりもノンターボの方になるし、今度例えば新型ベゼルだったら低いグレードの方になっちゃうわけですよね。本当はプレイとか装備が充実してるやつ選びたい、格好がいいやつ選びたいけど、
その大口径のホイールが嫌だったら下のあえて X とか選ぶ可能性があるわけですね。わざわざね、だってブレイっていう上のグレード買うのにインチをダウンしてオプション装備させるってこと普通はしないですからね。そんなことして何のメリットもないですよ。金はめちゃくちゃかかるし、それを下取りに出した時、もし何年後かに売った時にも全然メリットがないので、いちいちそのタイヤをね付け替えたりすればいいだろうと思いますけど、そんなこともめんどくさいから、だいたいタイヤとかホイールとかねめちゃくちゃスペース食いますからね。庭に置いてあるだけでも結構邪魔ですからね。だからもうちょっとね、原点回帰して乗り心地をもうちょっとね、メーカーたちは柔らかい方向に向けてほしいなっていうのはあります。こんなこと言ってるとまたすごい低評価がつくかもしれない、車好きの人から見ると。でもそういうふうに感じてる人はいるんじゃないかなと思う。特に年配の方とか、この NBOX 好きの人、 NBOX 好きの人ってこの乗り心地、この優しいちょっとふわっとしたような何とも言えない独特の最近のね普通車ではないような乗り味を好んで選んでる人がいると思うので、僕の言ってることがちょっとわかるかもしれない。だから本来のいい乗り心地を保ってんのは逆に軽自動車じゃないかなと思うにさえ思いましたよ。これだいたいこの扁平率6号とかいうタイヤサイズを履いてる普通自動車がもう少なくなってきちゃって、だいたい乗るとちょっと剛性感があってカチッとした固めの乗り味になってるのでね、特に最近のトヨタ車なんかそんな感じをしますね。すごくもうこれはグローバル企業になってて、もう世界を相手にしてますからね、そういう風になりますよ。世界中のハイスピードで走れるようなところもターゲットに入ってるんで、そういうちょっと日本向けに変えてはいるとは思いますけど、基本的なセッティングは足は固めになるのかなっていう。そこ行くと軽自動車はもう日本だけと言ってもいい独特の車ですからね。日本の交通事情に合わせたあの足回りになってる。だからむしろ普通自動車から軽自動車に乗り換えた人が、あれこれかえって軽自動車の方が乗り心地がいいんじゃねって思う人もいるかもしれない。僕が実際そうですよね。そんな風にね感じてます。ちょっとこの辺でまた長くなりそうなので終わりにします。こんな動画を見たり聞いたりしていただいてありがとうございます。それではまた失礼いたします。さよなら。